九州旅客鉄道九州旅客鉄道北部九州地域本社 JR 九州北部九州地域本社九州旅客鉄道北部九州地域本社は福岡県北九州市小倉北区室町3-257に位置する九州旅客鉄道の出先機関の一つ本社と長津区が組織上は死者と同列の扱いとなっている JR 九州の実質的な前進である 日本国有鉄道九州総局は北九州市も軸に置かれていたが JR 発足時に福岡市にも本社機能を設け福岡市と北九州市の両方に本社を置く日本社体制をとったその後業務の効率化を進めるため福岡への一本化を進めたがこれに北九州市が反発し福岡、佐賀両県の在来線を統括する 北部九州地域本社を北九州市に設けることで合意し、2001年4月1日に設置された。しかし、2010年3月31日をもって公式サイトホットアットが閉鎖され、翌4月1日付で参加の鉄道事業部等の海湯、車両関係のセクションが本社鉄道事業本部の直轄に移行し、大幅に権限が縮小された。現在は、 企画部のみ設置されており、営業部門や現業機関は存在しない。ありがとうございます。